唇に彩りを。平野耀さんお墨付きの口紅4本。こんにちは、美容好きの皆さん。今回は、平野耀さんのご紹介で注目を浴びている、イブ・サンローラン・ボーテの口紅にフォーカスしてみたいと思います。年齢にとらわれず、唇に色とツヤ、そして潤いをプラスするのが、40代、50代の美しさの秘訣ですよね。ルージュ、ピュール、クチュールの2本と、 3月29日に全国発売される新ルージュ、YSL、ラブシャイン、リップスティックの2本、計4本。これらは、大人にぴったりの口紅と言えるでしょう。大人は口元に色がないと、顔の印象がぼやけがちと述べられていますが、実際には若い頃よりも今の方が口紅がマスト。というのは確かですね。では、どんな口紅がおすすめなのでしょうかまず、注目の、ルージュ、ピュール、クチュール。 これは一塗りで唇にサテンのような上質な輝きと色をもたらしてくれる唇に、イブ・サンローランのアジア、アンバサダーになった平野紫耀さんが CM で紹介するなど話題になりましたね。私も実際に購入し、一番右の唇に R10F オートレス、バーミリオンを選びました。この色は、平野紫耀さんの CM で使用された色の一つで、レッドすぎず、ローズすぎず、誰がつけても似合いそうなヘルシーなローズレッドです。 肌につけてみると、鮮明な発色でありながら肌に馴染み、サテンのような上品なツヤが素敵です。新色、N44、ムード、ラバリエールも要チェック。同じく、ルージュ、ピュール、クチュールから3月1日に発売された新色、N44、ムード、ラバリエールも見逃せません。ラスティピンクの洗練された青み、ニュアンスが特徴で、大人が照れずに使える洗練されたカラーです。この色は、 今後の季節にぴったりな一本と言えそうですね。そして3月29日に全国発売される新ルージュ YSL ラブシャインリップスティック。これはシャインリップのアップデート版で全20色が登場します。先ほどのルージュ、ピュール、クチュールがきちんと缶、発色重視ならこちらは軽やかさ、ツヤ重視。写真左側の203。 BLUSHEDMALLOW や右の209ピンクディザイヤーは透明感と艶やかさが特徴的。唇の縦じわも滑らかに整え、大人の唇をふっくらジューシーに見せてくれます。実際に唇に塗ってみるとシアーでみずみずしくジェリーかなと思うほどの透明感と艶が楽しめます。しかも唇の縦じわが気になりにくいのも嬉しいポイント。 見た目の可愛らしいパッケージに惹かれつつも、大人にもぴったりな口紅と言えそうです。口赤選びは難しいけれど楽しいもの。大人の口赤選びの際には、ルージュ、ピュール、クチュールと YSL、ラブシャイン、リップスティックをぜひ検討してみてください。唇に彩りをプラスして、自分自身の美しさをさらに引き立てましょう。3月29日の全国発売をお楽しみに。なお、 3月20日からは公式オンラインブティック表参道フラッグシップブティック阪急梅田本店で先行発売中。